寝れないのか？なんだか寝つけなくて。そうか。こうやって見ている分には綺麗ですね。夜景を楽しむ趣味はない。と言いたいとこだけど、綺麗は綺麗よね。あの街の危険さを忘れそうになるわ。浅木先生でもそうですか？そりゃあね。見張りって言っても、ずっと気を張っていたら疲れるし、キラキラした街を見下ろして、一人であれこれ考えたりもするわ。やっぱり、任務のこととか、タイマ人の将来のこととかですか？うん。まあ、そういう真面目なことも考えるけど。けど？さっきは、夜食をどうしようとか考えてたわ。けど、それは大事ですよ。特に見張りの時には。腹が減ったらいざという時動けないし、下手に食べると眠くなるし。でしょ？あと太るしね。太る？こら、どこ見てるの？あ、すいません。一人でいる時とか何してるの？忍術の本を読んだり、新しいフォーメーションを考えたりしてます。好きなので。いいわね。そういうタイマ人は珍しいわ。そうですかね。ええ。それもあって、あなたを隊長に抜擢したのよ。それもってことは、それだけじゃないですよね。ずっと俺のことを気にかけてくれてたんですね、浅木先生。それはまあ、ね。
私にはあなたを。うん。あなたたち風魔を引き受けた責任があるし。あ、でも勘違いしないで。風魔の当主だからって隊長に選んだりはしないわ。あなた個人の資質と才能があってのことよ。ありがとうございます。もっとも、私としてはもっと早く頭角を現して欲しかったけれど。ぐぅ、きついな。冗談よ。あれから随分経ちましたね。そうね。初めて会った日のことはよく覚えています。私もよ。風魔くん、あの頃とはだいぶ感じが変わったわ。そうでしょうね。あの時はもっとこう、キリッと凛々しい少年だったわね。風魔を僕が背負うんだってまっすぐな目をしてたわ。参ったな。若様は若様ってチヤホヤされて、お子様が調子に乗ってただけですよ。そういうところもあったでしょうけどね。でもそのお子様も一人前の大魔人に私を指揮できるほどになったわ。あなたのこと信頼してるわ、風魔くん。俺も浅木先生のことを信頼しています。あの時、あなたに会えたから、俺もここまで来れました。ありがとう。浅木先生？え？あ、ごめんなさい。俺、どうかしましたか？ううん。あなたのことじゃなくて、ちょっとね。うん？昔のことをね、思い出したの。似たようなことを言ってくれた人がいたなって。あ、気にしないで。私にとってはもう乗り越えた夜の一つに過ぎないわ。浅木先生。私だけじゃないわ。あなたもそう。いくつもの夜を乗り越えてきた。私と会ったあの日から今日までずっと。そうでしょ？はい。乗り越えた夜の数だけ人は傷つく。脆くなり倒れるかもしれない。けれど、優しくなれる。それが本当の強さだと、私は思いたいの。